はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。昨日はですね、昨日というか前回はですね、ホービードの話という感じでね、何回かにわたって進めてきてますけども、Take the A Train という風な曲を取り上げて、コード譜から弾いていこうという風な感じで、コンセプトでやっております。で、前回はですね、2小節続くコードの時にどのように対処していこうかということで、とっつきという話をしました。で、2小節目の頭を5度に持っていくようなベースラインを紹介したんですけども、そっからどうやって対処したらいいかっていうのが結構ここが革新的な話になるんですけども、一本にまとめられずということで、今日にわたって続いてきております。で、今日は、もしね、初めて見られた方っていうのもいらっしゃるかもわかんないですけども、結構ね、このチャンネルは、ベースにまつわる革新的な音楽にまつわる本質的な話をしているチャンネルでございます。で、今日は結構、なんていうのかな、ハードルが高いというか、まあ、レベルの高い話をすることとなります。なので、まあ、わかりやすく話しますので、見ていただいて、お、ちょっと、これ、上手くなりそうな可能性あるやんけ、と思っていただいた方は、何ぞもね、この動画だけじゃなくて、ジャズの話をね、まとめて話しますので、ここに出しておきますね。なので、よかったらね、それを一から見て取り組んであげてください。そしたらね、ここに戻ってきた頃には、結構ないろんな曲がね、初見で弾ける、まあ、どうかな、初見はちょっとまだ厳しいかもわかんないですけども、結構ね、ちょっと練習したら弾けるような状態になってるんじゃなかろうかなというふうに思っております。なので、そんな感じでね、この動画、もしよかったら最後まで見ていただけると嬉しいかなと思います。そしてね、もしよかったなと思っていただけたら、何卒チャンネル登録していただいて、楽しんでいっていただけたらなと思っております。これからもね、有意義な情報をね、いろいろ発信していこうと思ってますのでね、何卒よろしくお願いいたします。ではですね、今日はね、もうぐだぐだ話せず、このまま行ってみたいなと思います。では、どうぞ。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではですね、今日は革新的な話をしていきます。それは何かと言いますと、いろんなコード進行、まあ多種多様あると思うんですけど、その時に、ウォーキングベース、まあ4ビートをどうやって作っていくかという、重要な考えの話をしていきます。いくつか例を挙げて話をしていこうかなと思ってます。まあ、Take the A Train なので、を取り上げてやるので、まずコード譜をいつも通り出します。ほい。出てきました。僕はちっちゃくなって、8小節、2段にわたって書いてあると思うんですけど、昨日話したように、一番最初の C メジャー7、C メジャー7という2小節は、このような感じで5度に、C から見た5度の音、つまり G の音に向かっていくという風な感じでやっていくものとします。で、この、昨日紹介したベースラインですけども、昨日というか前回説明した、ベースラインですけども、これを必ずしも弾かなきゃいけないというわけではないです、この時も。で、もちろんね、C にまた戻ってあげるようなベースラインを弾いても大丈夫です。しかし、まあ、今回はひとまずこのベースラインを使うという前提で話をしていきたいなと思っております。まあ、もちろんね、全然使えれるベースラインなので、僕のベースラインにね、特許じゃないな、なんだ、著作権はないので、いっぱい使ってあげてください。まあ、いろんなね、レジェンダリーのベーシストも使っているので。では、行きたいなと思います。そうするとですね、次の、今、G のところにいるわけですね。2小節目の頭にいるわけですよね。なので、こっから4個の音を使って、次、D に行きたいわけですよ。こっちなのか、ここなのか、ここなのか、わかんないですけど、D の音に行きたいわけですよね。で、D の音に行きたいわけなんですけども、G から4つの音を使って D の音に行くんですけど、4つの音っていうのはまあ、四分音符ですね。まあ、一番シンプルな4ビートということで、四分音符4つというふうな感じで考えてきますけど、1個目の音は、昨日、まあ、ちょこっと話したみたいに、ここ、まあ、G の音からスタートしてるので、もう G という音を弾いてるわけですよね。なので、残り3つで D に行かなきゃいけないわけです。で、今回はたまたま D で G から見たら5度先の音になるんですけども、それが毎回その曲とか場所によって、進む先が変わるわけですよね。なので、今までみたいに、昨日みたいにこのベースラインを弾いてくださいとか、4度進行してるときはこのベースラインができますよっていう風な感じでまとめではできないわけですよね。その都度考えていかなきゃいけないってことなんですよ。で、その考え方のコツっていうのを今日はいくつかの例を話していきます。で、まず1個目。G から見て D に行きたいとき。まあ、例えばじゃあここの G。D 弦5フレットの G から、G 線7フレットの G、G じゃない、D に行く
ような感じで、ベースラインを組み立てていきたいなと思いますね。で、この時にどうしたらいいのかというと、まあ、いろんな方法がありますし、いろんなベースラインの考え方はあるんですけど、僕が一つ、提唱している方法っていうのは、まず考え方として2拍目を考える前に、次の D、次のコードの D のルートの音、ここに向かっていく、この到達地点をまず考えます。で、到達地点に向かっていくために、例えばですよ、アプローチで、こういう風なベースラインっていうのはすごく綺麗なわけですね。例えば、これは、何でしたっけ、同じコードを続いた時に紹介したベースラインですね。この時も、こういう風に、次のアプローチの頭の音に向かっていくための音が、このように流れてます。もしくは、例えば、Dm7 のヨード進行をしている時に、説明した時の流れ。で、G7 に行く。という風な流れがあったと思うんですけど、これは、まあ、ルート、フラット3度、5度。5度フラットだけ入れているような感じますけど、ここの最後の部分だけ取り上げると、到達点に対して、とか、半音ずつアプローチしてるっていうのに気がつくと思うんですよね。なので、今回もこの D のところに向かって、もしくは、このようなアプローチをしていきたいなというふうに思っています。じゃあどうするのかといったときに、まあ、そうすると、この音は何に当たるのかって言ったら、3、4で次の頭になるわけですね。3、4というのは何かというと、拍のことです。3拍、2小節目、3拍目、4拍目、そしてルートっていうふうな感じになるので、そうすると、あと使えるのは、一拍目はもう G の音を弾いてるので、今回。で、3、4で次の頭になるわけなので、2拍目1個の音しか使えないわけですね。じゃあ、こっから、この3拍目に当たる C の音、ここに行くためにどういう風にアプローチをしたらいいのかっていう風に考えるわけです。で、この時に、考えてもらいたいことっていうのは、いろんな考え方ができるんです。ここがまあ難しいところなんですけど、選ぶ方法としては、やっぱりこの、流れをきれいにしていきたいので、この3拍目に対して、できるだけアプローチがしやすい位置の音がいいっていうのが、やっぱり一番まず大前提にあります。例えば、半音ずつアプローチするのってね、やっぱりこう、きれいになりますよね。もしくは、全音もギリギリいいかもわかんないですね。なので、考え方としては、近い音をうまいこと使っていくといいんじゃないかっていうのは、よくあることでございます。で、そうするとどういう風な感じになるのかっていうと、近い音なんやけど、この最初に弾いた G から見て、やっぱりその、次の音が、まあ、近くはなくてもいいけど、何かしらつながりがいい音の方がいいわけですよね。で、つながりがいいって何なんって言ったら、例えば、例として挙げられるのが、やっぱコードトーンの音であったりとか、もしくは、スケールの音ですね。今回の場合、キーが C なので、まあ、シャープフラットつかない、ドレミファソラシド、もしくは、その時のコードに出てくるスケールの音に近い音がいいわけですよね。なので、まあ、スケールの勉強っていうのも多少した方がいいっていうのはあるんですけど、ひとまず今回考えれるものとしては、G から向かって、流れとしては、今さっき弾いたこの、B の音ですね。B の音が綺麗に流れていくんじゃなかろうかなと僕は思っております。なんで B なのかっていう解説をします。それは何かというと、G の音ってそもそもコードが C メジャー7なんですよね。G 何やらではないわけです。C メジャー7の5度を弾いてるわけです。で、この B の音っていうのは何かったら、C メジャー7のメジャー7の音になります。ちなみにこれ本によっては C6 とか書かれてたりとか C だけしか書かれてないのあるかもわかんないですけど、ジャズにおいては基本的に C とか書かれてたら C メジャー7だと思ってもらって大丈夫だと思います。で、もしくは C6 って書かれてても、それは C メジャー7と同じ役割のコード、近しいものであることが多いので、なのでメジャー7を弾いてあげる。で、しかもこの B の音っていうのは、その今さっき3、4って言ってた、この C から見て半音アプローチですね。綺麗に流れていくので、非常に有効なんじゃないかな、というふうに考えることができます。で、これがもし B フラットの音になると、C7 の音になってしまうので、ちょっとやっぱ違う違和感があるものになってしまうので、やっぱ B がいいかなと。で、例えばこれ A を選ぶと、ここは綺麗なんですよね。スケールの音になってるので、A っていうのは C から見た時に6度の音になるので、まあ C6 だったりするとコードトーンでもありますし、まあスケールの音にはなるわけです。
で、ここの流れは全音ですけど綺麗なんですよ。しかし、やっぱここがちょっと突拍子もないですね。 A の音から C の音にだいぶ飛ぶので、だったら僕は G、B の音弾いて C の音弾いて C シャープで D に向かってあげたらいいんじゃないかなと思います。具体的に1小節目から3小節目頭まで弾いてみます。ワン、ツー、こう出してみましょうかね。クリックを90ぐらいにしましょうか。ワン、ツー、サン、シもう一回弾いてみますね。ちなみに、この D7 も2小節続くので、同じようにアプローチして3、4度、4度シャープっていう昨日話したのをそのまま使って、じゃあ4小節目の頭、D の5度の音まで進んでいくとするラインをやってみますね。3、4。どうでしょうかね。もうすっかりジャズの雰囲気になったと思うんですよね。ちょっとね、クリックなしで早く弾いてみます。ね、もうすっかりジャズだと思います。ちょっとアクセントなんかもね、僕入れてしまいましたけど、まあそういうふうなね、音のアプローチをしてあげてください。で、次は、D7 のところから具体的に見て説明しようかなと思っております。ベースベースベース、はい、どうもです。ではですね、結構いい感じですね。最初のしゃべりが短いとね、また12分ぐらいなので、もうあと2個ぐらい取り上げ2箇所ぐらい取り上げていきたいなと思ってます。ではね、今さっき弾いたように D から続きから弾いていきます。で、5度に行くので3度、4度、4度シャープで5度の音に行った。今4小節の頭まで来てるってことですね。1拍目まで来てるってことです。で、とここまで来ていて、次このまあ D から見た5度、具体的に音名で言うと A の音ですね。 A の音から次 D マイナーに行かなきゃいけないので、 D に行かなきゃいけないわけですね。もしくはこっちで、これをどうしたらいいのかなって今度は考えるわけですよ。で、今さっきは G から D だったので5度先の音に進みましたけど、今度は A から D なので4度先に進むわけですよね。なので進む距離が違うわけです。つまり弾くベースラインは違うことになりますね。で、じゃあどうしたらいいのかなというふうなことを考えていきますと、例えば、じゃあどうしようかな。今 D7 のコードなので、の A の音から進んでいくので、次の Dm っていうふうなコードを到達地点とまず、今さっきと同じように考えますと、例えばですね、A の音から行って、じゃあ、例えば、また D に、こっちの D に行くとしましょうか。もちろんこっちの D でもいいんですけどね。こっちの D に行きましょうかとなります。ってなった時に、じゃあ、例えばこれをゴールとするなら、今先と同じように。まあ、同じ音ですけども、同じ音でアプローチの音を使ってあげようとします。そうすると A から今スタートしているので、次 C に行きたいわけですね。C ってま、ここにあるんですけど、これだとちょっと見にくいので、ここだと考えますね。ここにも C の音があります。 D 線の、10フレットですね。そうすると A から見たときに次3拍目が C の音になるので、1拍目ですね、1拍目が A、 3拍目が C、 2拍目何の音を弾こうかと思うと、まあこっからここに行くので、この2個のうちのどっちかの音を使ってあげたらいいんじゃないのっていうのはなんとなく差しがつきますね。こうつなげていく感じでやっていくと。で、そうすると B フラットの音が B の音になるんですけど、これはどうしたらいいのかっていうのは、僕だったらどう選ぶかっていうと B の方を今回選ぶと思います。今回は。で、なんでかというと、この曲はキーが C なので、B フラットっていうのはスケールノートには一応入ってないことになるので、一番近い、インサイドな音の B がいいんじゃないかなっていうのが一つ。それと、C に向かってから向かっていく半音のつながりっていうのはやっぱ全音のつながりよりも強いので、そのように考えていきます。まあ、具体的にちょっと弾いてみましょう。いいかもわかんないですね。ちょっとじゃあ、1拍目、1小節目からつなげて弾いてみましょうか。今さっき弾いたフレーズをそのまま弾いてみます。で、ここは4度進行のフレーズを使ってあげる。これで8小節がいきましたね。というふうな考え方が一つできます。同じ場所で違うベースラインを考えるというふうなものをもう一個やってみましょう。
はい、どうもです。では、同じところを別のラインで考えるというふうな感じでやってみましょう。今さっきと同じなので、A から行って次 D に行くとしましょう。じゃあ今度はこっちではなく、こっちの音にすると考えましょう。そうすると、例えば、じゃあ今回、こういうふうなラインにしましょう。最後。3拍目、4拍目で、半音ずつアプローチしていく。というふうな感じでやっていくと仮定します。では、行ってみましょう。こういう風に行きたいので、じゃあどうなのかったら、次 E の音なので、とかって考えると、ちょっと怪しいなとか思うんですけど、僕は、もし使うなら、この次の音は、突拍子もないんですけど、C の音を使います。使うと結構綺麗なんじゃないかなと思ってます。で、C の音ってこれ何かあったら、D7 から見ると、セブンスの音です。なので、まあ、コードトーンとしても、機能してます。そして、というような感じになりますね。で、このラインを弾くと、これなんで正解なのかっていうと、ちょっとなんとも説明しがたいところもあるんですけど、まず一つは、まあ、この C の音っていうのと、この音って、A から D って4度進行してるので、よく例えば Am から D7 とかに行くときに、こういうラインを今まで弾いてきたと思うんですけど、そのサウンドにすごく近いんですよね。決して今回 A の何かというわけではないですし、考え方によっては D7 から D7 に向かっているので、Dm に向かっているので、ちょっと前に A7 を入れてあげるみたいな雰囲気もあってもいいと思うんですけど、まあ今回だったら、メジャーサンドの A7 のメジャーサンドに当たる C シャープの音よりも、まあ C の音を僕は使うかなっていう感じです。で、まあ最後にも話しようと思うんですけど、これ最終的に何が正解なんというふうに言われると、サウンドがかっこよければそれでいいんですよね。なんていうのかな、って思ったかもしれないですけど、最終的にはそのサウンドがナチュラルに聞こえればジャズとして不自然でなければ、理論っていうのは後付けなので、そのサウンドには必ず理論が持ってこられると思うんですけど、考え方によってはけど、最終的にはサウンドがかっこよければいいで、サウンドがかっこよければいいって判断わからんやんけっていう風な思われる方もいると思うんですけど、まさしくその通りで、僕は判断ができるんです。このサウンドはかっこいいなとか、これちょっとあんま美味しくないよと弾いちゃったなってわかるんですよね。それは何かというと、やっぱりいろんなベースラインを研究してみだったりとか、ジャズをいっぱい聴くっていうのが、やっぱ上手くなるために必要だというふうなのは、もう大先輩たちがよく口を酸っぱくして言うことなんですけども、そこに通ずることなのかなと思います。なので正解は最終的に今までいろんな人が弾いてきた音が、に通ずるようなかっこいいもの、違和感のないものだったら OK みたいな感じになっちゃうところはありますね。ちょっと具体的に D7 から弾いてみます。こういうような感じになりますね。では、ちょっと頭から、C メジャー7のところから弾いて、やってみたいなと思います。1、2、3、4。ここは今さっきと同じように4度進行ですね。このような感じになります。決して不自然ではなかったと思うんですよね。なのでこのようなものっていうのを、まあ、1箇所につき、まあ、2、3個ラインを作ってあげるというふうな作業をしてあげるといいと思います。で、まあ、今回はね、3箇所についてしか説明できなかったですけど、まあ、こういうのをいっぱい、こういう箇所がいっぱいあるので、見ていくといいかなと思うんですけど、練習するコツみたいなのを最後に話して終わりにしたいなと思います。ベース。はい、どうもお疲れ様でした。今日はですね、昨日の続きということで、まあ、最初のね、冒頭の話もそんなにせずスタートしたので、もうね、すでに20分回ってるので、もうどうですかね、本編がすごく長くなったんじゃないかなと思います。中身の濃い話だったと思いますけども、結構ね、冒頭にも話しましたけど、これはすごく結構難しいです。パッとやってパッと当てはめられるものでもないので、ちょっと頭を使ったりとか経験、何個かやっていくものっていうのが必要になってくると思います。で、練習方法のコツというふうな話をしましたけども、それは何かと言いますと、例えば今回作るベースラインみたいなのをこだわって作り続けると、いくつかできると思うんですよね。
でそれを作って、例えば変な話ですけど32小節A トレインだったらワンコーラスあると思うんですけど、それを全部書き出して、それを全部覚えて弾こうみたいなのもできると思うんですけど、それをしてしまうと書き譜を弾いているものに近くなってしまって、毎回それしか弾けないというふうになってしまいます。もちろんね、市販されている本のものを何も知らずに音符だけ追いかけて弾くのとはわけが違うので、どういうふうなベースラインかっていうのはご自身が作られているわけなので、よく理解しているという意味で言えば、その市販されているものをオタマジャクシだったりタブ4を呼ぶっていうふうなものに比べるとはるかに、グレードの高いことをやっているというのは事実なんですけど、しかしゴールはコード譜を読んでいくというふうなものなので、書いたものを毎回同じように弾いてるっていうのではやっぱりちょっと的が外れてるわけですね。じゃあどうしたらいいのかというふうなアドバイスを、コツをお話しします。それは何かというと、入れる箇所を短くしてところどころ入れてあげるというふうな感じでしてあげてください。どういうことなのかというと、今日話しましたように僕はパッと弾けるので C メジャー7、C メジャー7、D7、D7 のところ全部そのフレーズを使いましたけども、例えば C メジャー7、C メジャー7っていうのを5度の音、2小節目を5度の音にアプローチを持っていって、次 D の音に持っていくという作ったラインを弾くとするならば、例えば3、4小節目はもうコードトーン弾いてあげていいです。そして5、6小節目はもし慣れてる方だったら4度進行の時に5度5度フラットの僕が以前お伝えした内容っていうのはもう普通に弾けると思うので、それを弾いてあげるとか。でつまりどういうことかというと、自然に弾けるところをたくさん残してほしいんですよね。今まで自然に弾けてたやり方、コードトーンだけで弾くとかするならばコード譜を見てパッと弾けれるようになってると思うんです。もしなってない、もし今日初めて見られてなってないという方はぜひそういう練習をいっぱいしてあげてください。でそうすると広いくいろいろざっくり自分でコード譜で弾けるような下準備がもうできてるわけですよね。でところどころかっこいいベースラインを使っててあげる。でそうすると例えば C メジャー7から C メジャー 7D7 に行くところ、最初の冒頭2小節から3小節に向かっていくところはそのフレーズを使うよって決めて決め打ちをする。で、曲の構成としては AA なので、また、8小節9小節目10小節目とかっていうのは同じようなのが出てくるので、その作った同じベースラインをもう一回当てはめればいいです。それを何回か繰り返してあげる。でそれ以外のところはコードトーンだったりとか簡単にできることをやってあげる。そして、その今言ったようにベースラインをその1箇所につき 2,3 個作ってあげるといいですよって話をしたと思うんで、そしたら次は違うベースラインに変えてそれをいっぱい弾いてあげる。でそれが慣れてきたら今度は C メジャー 7、 C メジャー7のところはコードトーンだけを弾いてあげる。そして D7、 D7、 D マイナーっていうところのアプローチを作ったラインを弾いてみるっていう風な感じで、全部決め打ちするのではなく、ところどころ決めたフレーズを、弾いていってあげるという風な練習の仕方をするとすごく効果的です。でその時に、譜面を32小節のやつをこうバーッと線を引いてコード譜だけ書いて作ってってあげるみたいなのっていうのは、そのうちあったらいいと思うんですけど、まだやんなくていいと思います。でどういう風に書いたらいいのか、具体的に変音記号で書いていくと、残せれるので、音として、で次の日朝起きた時にあれ何だったかなってわからないっていう状態にはならないと思うので、3小節ぐらいこう仕切ってあげて、3小節目の頭は次の小節ですよね。例えば最初だったら C メジャー、C メジャー、D7 まで書いてあげて、で C メジャー、C メジャーから D7 の頭まで行くベースラインを書いてあげる。そこを使います。で次 D のルートに行ったらいかようにもアプローチできると思うんですね。コードトーンでも弾けますし何度でもできると思うので、そういう風な書き方をして、ストックしてってあげる。そしてそれを自由なラインに弾いてる中にちょこちょこ入れ てあげる。そのような方法で練習してあげてください。それを何度か何度か繰り返していると応用して弾けれるようになっていきます。と言いますのも、作ったフレーズが今はそれしか弾けない決め打ちで弾けるものですけど、何度か弾いてる中に自分のポケットに入っていくフレーズになりますので、いろんなものが出てきた時にポンとそのフレーズがパッと弾けれるようになりますので、そうなったらそれは今までコードトーンを弾いたりとか4度進行してた時に5度5度フラットの音を使ってあげるよって言ったものと同じような部類になりますので、自由に使えるようになります。で僕はそれがすごくたくさんポッケに入ってると思っていただけたらいいと思います。そうするといろんなコードが出てきた時に自由に自分の好きなような感じで音をつなげて弾いてくれるようになるということですね。まあそんな感じで練習してあげてください。ちょっと難しい話をしてきましたけども、ひとまずここにて、A トレインの話は一回終わりにしようかと思います。そして、またね、違うちょっとね違ういろんな16ビートだったりとかいろんなことの練習をして、ならまた、4ビートの話しようと思っております。
で、その時は違う曲を取り上げて、今回の方法をいろいろ、こういうコード付けにはこうやってした方がいいんじゃないのかなとか、こういうアイデアありますよみたいな話をしていこうかなと思っております、というふうな話をしているチャンネルでございます。もしね、初めて見られた方、ここまでね、面白かったなと思っていただけた方、ためになったなと思っていただけた方、何卒チャンネル登録していっていただけると嬉しく思います。そしてもしよかったら、音を覚える、リズムを勉強する、他の、動画もいっぱい作ってますので、見ていただけると非常に嬉しく思います。そんな感じで今日はこれにて終わりにしたいなと思います。今日も本当にありがとうございました。また、次回お会いできるのを楽しみにしております。では、ありがとうございます。失礼します。